こんにちは。ハンガリーの国民食のグヤーシュ。レシピも星の数ほどありますが、作りやすいように作ってます。玉ねぎ、ニンニクはみじん切りに。他の野菜とお肉は一口大のざく切りにする。鍋にオリーブオイルを熱し、ニンニクと玉ねぎを炒める。グヤーシュスープはとても美味しいだと思います。これはパプリカを効かせたハンガリー風スープ。玉ねぎがしんなりしたら鶏肉を入れ、さらに炒める。味を見ながら塩コショウで調整。鍋を一旦火から下ろし、パプリカパウダーを入れ、よく混ぜる。塩コショウ適量を加え、水を加え、弱火で1時間ほどコトコト煮込む。残りの野菜を入れ、かぶるぐらいの水を入れて、さらに20分ほど煮る。パスタは手作りです。いただきます。